臨時の倉敷行き115系7両編成で走った花火大会臨時列車を山陽本線笠岡駅で撮影。女子鉄まほろとパン先輩のゆる鉄動画。水俊明。倉敷行きは1番乗り場から発車します。列車は7両で到着します。足元乱獲印2番から8番で2列に並んでお待ちください。停車駅は倉敷までの各駅です。皆さんこんばんは。ナビゲーターの女子鉄まほろです。今日は山陽本線の笠岡駅に来ています。この日は尾道で花火大会があった日、花火大会のための臨時列車が多数運転されました。今回はそんな中から倉敷行きの臨時列車を撮影します。岡山方面からの倉敷行きは定期列車でもあるものの、福山方面からの倉敷行きは定期列車ではないのでレアな列車を撮影できました。115系7両編成自体は定期列車でも走っていますが、国鉄型の長編成の列車は少なくなってきているので撮影できてよかったです。ご案内はナビゲーターの女子鉄まほろ、監修と撮影は中野人俊明でした。